福山市では去年11月公園のそばの水路で4歳の男の子が転落して死亡しました。これを受けて、福山市は転落事故を防ぐための対策を検討してきました。対策案では、幅と深さが1メートル以上の20の水路を対象に転落しても脱出できるよう、今年度から3年かけて120カ所にはしごを設置します。また。 保育所なななどどのの近近く水水路路ににに転落防止策をを設設けけけけるるるほか、か子どもが水路に近づけるような隙間には、チェーンなどを5年かけて設けるとししまた。対策案は今月中に策定されます。